長井直樹は、江戸時代初期の大名。山城長岡藩主、後摂津高月藩の初代藩主。天正19年5月、長井直勝の次男として、相模で生まれる。徳川秀忠に仕えてここ称、御所院番となり、慶長19年からの大阪の陣にも参加し、同年に530国の治療を与えられている。寛永9年11月18日。 ヒューガ守るに助任。数度の活増を経て、官営10年3月25日、2万国を与えられて、山城省流寺城に入城し、長岡藩主となる。慶安2年7月4日には1万6千国を加増されて、合計3万6千国の大名となる。この時、領地も長岡から摂津高月に活増違法された。兄の直政と同様に有能かつ、 京都周辺の領地を支配したため、京都諸子大代理、大阪城大代理を歴任し、金利造営の武行や大阪城武神を務めるなど、幕府からの信任は厚かった。反省においても、城下町の整備や拡大、治水工事に努めて、実高6000国を増加させるなど、反省の基礎を固めた。慣例十二年に、着難の直吉を拝着し、慣文十一年一月九日に、 直おをが死去した後は、直吉の長男の自家児が後を継いだ。去年81。数字は大数。ありがとうございます。